グビー日本代表山口真理恵です。ポジションはウィングです。IRB の大きい大会とはちょっとまた別なんですけれども、その IRB が主催しない大会では一番大きい大会で、男子の方もすごく盛り上がる大会なので、女子もいろんなチームたくさん来ますし、日本としても、昨年度は11位という結果だったんですけども、今年度はトップ4に入れるようにみんなで練習してまいりましたので、結果をまず残すことを目標に頑張りたいと思います。こちらは、ワールドシリーズで1年間の中で行われる大会なんですけども、前回ラスベガスの方で、ヒューストンの方でちょっと大会がありまして、結果としてはあんまりいい結果というか、思ったよりちょっといいパフォーマンスができなかったんですけども、今回はしっかりとした成績を残して、ポイントをしっかり稼ぎ、次に向けていいスタートができるようにみんなで頑張りたいと思ってます。そうですね、沖縄という素晴らしい環境で暖かくて海も綺麗だったんですけど、そういったところでみんなでスコットのメンバーと一緒に練習させてもらって、男子と一緒にタッチフットやったりとか、いちいち何ブレインか練習をしていく中で、みんなのスキルとかまた気持ちの面でもまたチームとして強くなった遠征でした。両大会ともに私のポジション柄としてウイングということで、トライを取り切る、もしくはトライにつなげるプレーをすることがすごく大事だと思っていて、またそれを求められていると思うので、そのトライっていうところにしっかりこう気持ちを置いて、プレーできるように、またディフェンス守るときはそのトライをさせないディフェンスがすごく大事になってくると思うので、そういった点数のところで自分の役割が果たせたらいいなと思います。今大会また2大会続くんですけども、日本代表として、いい成績が残せるように、また自分たちのやってきた練習の成果が出せるように一人一人頑張っていきたいと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。